土屋太鳳です。アポのセゾンゴールドカード、ローズゴールドアメリカエクスプレス、お願いします。あれはローズゴールドアメリカ、私のネタを見ていてくださる、見てくださるっていう、もう本当お外でロケをすることが多い仕事ではあるので、あのネックウォーマーとかちょっとこう防寒対策のものを購入できたらなと思います。今までに買ってあげたことはあるんですか？ないです。そうですね、私は赤のポンポン、諦めないでどんな時も。ありがとうございます。ありがとうございます。では改めまして、目覚ましテレビです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどは最近お疲れ様です。パンツのポケットが穴開いてるとかってやっぱこっちには分からないので、言ってもらわないと縫えないから、はい、そういうのは申告してもらってます。どんだけなんか重い石とか入れてたんですか、ポケットに。ポケットに穴開くことあります？ないですよね。丸山さんは理想の夫婦像とかってあるんですか？はい、私なんか裸族なのです。え急に。私あの裸族なので、そうですね、彼も裸族とか。なんかいつまでもマンモス時代忘れないみたいな。それはちょっと嘘ですけど。二人のクリスマスの理想の過ごし方なんかも、例年はあんまりやらないけど豪華な飾りをつけてみたり、オーナメントを買ってみたりとか、それこそケーキ手作りしてみたりとか、なかなかこうお家でパーッとできないようなクリスマスにしたいなと思います。土屋太鳳さんはどういう風に過ごすんですか？そうですね、家族と一緒に過ごしたいと思っています。土屋太鳳。